歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎白猿さんが2022年12月6日自身の SNS を更新。長女市川ボタン麗華ちゃんから贈られた手作りの誕生日プレゼントを公開した。13代目市川團十郎白猿襲名披露公演の12月公演26日まで歌舞伎座夜の部で、女性としては60年ぶりの歌舞伎座主演となる團十郎娘で近江のお金を演じている麗華ちゃん。團十郎さんは麗華からのプレゼントわざわざ作ってくれたみたい。私がステンドグラス好きなの知っていて愛を感じます。昨日から涙が多いです私と記し、麗華ちゃんが作ったステンドグラスの置物やパパへと書かれたバースデーカードの写真などをアップした。この投稿には素敵なプレゼントに胸が熱くなりますね。愛のこもったプレゼント、麗華ちゃんらしい。お忙しい中手作りで愛を感じますね、などのコメントが寄せられた。